The Dave Frum Show. The Dave Frum Show. お参加でよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すみません。はい。ね。お願いします。ということで、この今日のタレントブッキングは誰がブッキングしたんですか。私です。あ、お知り合いだったんですか。違います。橘さんって YouTube のチャンネルやってて、僕2、3年ぐらいフォローしてて、大ファンだったわけですよ。で、それで。橘さんって自分の YouTube で自分の携帯番号言ってるわけよ。それで俺がその番号を見て突然電話したわけよ。すいません、すいません、今度電話番号を載せる方も痛いですけど、それ見て電話する方も痛いですね。いや、デーブ必死だったってことなんだ。なるほどね。必死にゲストを探してたわけです。そういうことですよ。ということで、いやー、橘さんとジョーさんが横に並ぶと顔の遠近法が素晴らしいですね。ジョーさん、これ画面、一応画面も映ってるから、そういうことですよね。出るようにしといて。橘さんすごいです。ちょっとでかすぎます。お顔が。立花さんの顔がでかいのか。ちゃんと伝えてあげないと。本人も自覚してるんで大丈夫ですよ。こんな感じで。でもね、今日から議会が始まって、実はとてもお忙しい中来ていただいてて、ありがとうございます。区議会議員の方ですか。そうです。一応公明でも政治家なんです。そうなんですよ。年いくらもらえるんですか、区議会議員は。1300万。すごい。政務活動費はプラス。政務活動費が200万ぐらいあるんです。200ちょっとかな。だから1500万。マイク入ってる、大丈夫。聞こえる？橘さんの声聞こえてますか？じゃあここからジョーさんに仕切っていただいて。先輩すいません。先輩本当怖いですよね。さあ、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、でもデーブさんすごい顔が。はい、橘さん、簡単な紹介ですけど、もともと NHK の社員だったわけですよね。そこで働いてました。そこで働いてたわけです。その辺で住んでました。それでいろいろ裏の事情を知って、まあ悪いこともしてたわけですよ、本人も。めっちゃ悪いことしてました。本人的にはどれぐらい悪いことをしたんですか。いやいや、もうこの辺のお店に行っていっぱいね、会社の経費でいっぱい飲んで、なるほどね。もう普通にしてましたね。それに散々嫌気をさして、結局 NHK を辞めて。ですよね、簡単な話。それでもうとにかく NHK なんてぶっ壊しちゃうみたいな活動を始めたという簡単な説明でよろしいでしょうか。YouTube で橘さんのこと見たことがある人どれぐらいいます？おお、そうだね。さすがデブロムショーリスナーだね。 YouTuber です。議員報酬よりも YouTube の収入の方が多いです。そうなの。そうですか。すごいじゃないですか。今日本で650番目ぐらい。ああ、 YouTuber のそのいわゆる登録数としては。葛飾区の子どもたちが来て、ちょっと橘議員に質問ですとかって言われて、小学生の子が議会終わるの待っててくれてて、どうやって生活してるんですかって言われたんで、聞かれたんですか。 YouTube の収入見せたらみんなうわーって言ってました。そのうわーってどれぐらいあるんですか。ほら聞きたいでしょ。207万円1ヶ月ね。1ヶ月207万円。すごい。みんな、俺たちラジオやめて YouTuber になろう。 NHK ぶっ壊すって言ったら儲かります。何がすごいかっていうのは、だから民放で話せないことを橘さんは YouTube で喋ってると。うちら民放だからさ、抑えないといけないわけじゃない。ははって笑ってるけど、いっぱい抑えてストレスがたまるんですよ。公共の電波を使ってる人と公共の電波を使ってるから、公共じゃない電波というか通信を使ってる人の違いなんでしょうね。そうなんですよね。まあとはいえ本当は日本にそんなに公共の電波でうるさいシステムがあるわけじゃなくて、まあ結構自主規制も多いっちゃ多くて、まあ割とこうやる側がビビってるってところもあるんですが、まあその辺はなかなか難しいところですけどね。まあそんな中でさ、橘さんっていうのは何にもそういうことを僕らこうまあおどおどしながらそれを喋ってるわけですけど、橘さんの YouTube 見てたらもう堂々となんか NHK っていうものすごい大きな、僕らからしたらものすごい大きな組織をもうボロクソに叩いてるわけじゃない。で僕も昔 NHK に出入りしてて、オーディオ機器の僕営業マンやってた時にNHK 行ってたんですよ。ものすごい大きな組織ですよ。でまあ言われたのが、何かこう書類を出して提出するじゃない。何かこういうマイク1本買いたいと。その OK が出るまで5年ぐらいかかると。マイクがもう新しいマイクが出ちゃってるみたいな話をされて、デーブってその音響のヘッドの人に言われたの。デーブ営業になってきても無駄だよここはみたいなことを言われたんですよ。でその人が某ここにほくろつけた有名歌手がいらっしゃいますね。名前を言っちゃいけませんけど、その人がスタジオを作るときにその NHK の某の音響の人がそっちの方で仕事して、そこからこれをもらいながら NHK の社員もやってたのを僕は見て、ちょっとこの人20度お金もらってるじゃん、おかしくないみたいなところから、もう僕はひどい組織だな NHK って思ったんですよ。そこで立花さんを YouTube で見て、お、すげえこの人、僕はその時に誰にも言えないじゃない、こんなひどいことをやってるって言えないじゃないですか。で、僕らは営業でその機材を売りたいわけだから、その NHK を敵に回すわけにもいかないし、上司から怒られるから、そんなストレスがたまりながら僕は営業やってたわけで、そこでだから「あ、すげえなこの人ぶっ壊せって言ってる」みたいな「俺もそうだそうだ」って YouTube 見ながらお父さんテンション上がっちゃったんだねっていうところで今日初めて呼んだんですよ。ありがとうございます。でも NHK っていらないでしょ、もう多分。どうですよね、だからあれですでもその国会や最高裁はね、裁判所は NHK が必要だ、国民の命を守るために NHK がなければ守れないんだ、だから皆さん受信料払えとかこんなこと言っとるわけですよ。で、今ネットがあるから、はい、ね、北朝鮮からミサイルが飛んでこようが洪水があろうが地震があろうがね、ネットの方が早いわけですよ。でも皆さんから無理やりお金を取ろうとしているのを誰かが行かなあかんでしょ、誰かが突撃しなきゃいけないでしょ。 NHK みたいな組織は必要だけど、あれだけの大きなものは必要じゃない。いや、もうだからね、僕もね、最初ね、はい、もう少しちゃんとなったら、はい、NHK も残ってていいかなと思ってたんですけど、もう完全にいらないですね。今とまもう今残ってる連中はもう正直本当にカスですよ。いや、だからその今残だってまともな人はあそこに入れないですよ。そうなんですか。だってタクシーチケットだってみんな使いたい放題だし、はい、局内で普通にセックスしてるし、酒飲んでるし、掛け事してるしっていうこれ別に大げさじゃなくて本当に、でもこれ本当の話なんですよね。本当にやってるから、まあそれは YouTube 見てもらえばさらに詳しくね。だって朝からもう缶チューハイ飲んでるわけですよ、一番トップの理事の人が、うん、でそういうところでお酒飲まないと逆につまはじきされる。そうなんですか。いわゆるその泥棒の組織にいたら泥棒しないと逆に情報が入ってこないでしょ。だから NHK にいたらそれが当たり前になるんですよ。だから警察クラブとかに行っても賭け麻雀とか恋恋とかを普通にお金千円札こうその場でいつ事件があっても出れるようにやってたりとか普通にしてるわけですよ。それをメディアはやっぱり取り上げないんですよね。それなんで取り上げないんだと思います。上げられないじゃない。だから横のつながりがあるからですよね。お互い様でしょ。だから NHK が潰れると民放もすごい影響しますからね。スカイツリーとか今まさにオリンピックやってるでしょ。あれ 80% NHK がお金出してるんですよ。で残りの民放は 4% しか出さないですよ、放送権料。つまり NHK がなくなると民放の収入がガクッと減っちゃうから、民放は NHK の悪口は言わない。でも立花さんってそういう相撲関係ですとかその野球中継ですとかそういう契約のにも携わってわけですよね。はい、まあものすごい額が動いてるわけですね。賄賂というかね。賄賂というか不正な取引が行われてるってことです。でもいや表すらちゃんと何十億円っていうお金が出てるわけですね。発生してるわけですね。相撲業界にしかり。そうだから僕も相撲の契約書してたかはしてもうやってたんです。毎場所ね6場所5億。1場所で5億1場所5億を毎6回払うわけですよ。5億ですよ、皆さん。5億円ってもうすごいお金が。どうしてこれは僕が来た時は4億だったんですよ。で5億に値上げするって言ったんですよ、相撲業界が。いや、NHK の内部で。 NHK 内部でどうしてと、いわゆる若野花貴乃花がいなくなって人気も下がってきてるのに値上げするって言い出したんですよ。それおかしいでしょって言ったら当時の海老沢さんって会長が、いや横綱審議長になりたいから出してあげるんだと。そういうね個人的なそのあれでお金が決められるわけですよ。で相撲協会は今まあ叩かれまくってるじゃないですか。でもあれは NHK が守らなきゃいけないって本気で思ってるわけですよ。だから相撲協会にお金が入らない。NHK がその分出してあげなきゃいけない。でそれは裏側のいわゆる裏社会とつながってます。いわゆる暴力団ですよね。でその暴力団を使って都合の悪いやつは抹殺すると、これ陰謀説僕嫌いなんですけど、現にこれで殺された人がいるんですよ。そう本当ですよ。タイムマガジンとかアメリカのニュースウィークとかで記事にしてますよ。だからそれが日本でやらないんですよね。記事できない。なぜ殺されたかっていうのを確定できるのは、僕が辞めた時が2004年ですから、14年前に紅白のチーフプロデューサーが2億円。ポケットに入れたっていう分子法が飛んだわけですよ、でそれを僕は調査チームでやってたんですね、そしたら捕まった人は2億円、その人の上司が5億円、その人の上司も5億円とか入れてるわけですよ、でその組織犯罪を証明するのは業者さんになるわけです、架空の請求書をもらってる業者さんだから、この業者が警察に取り調べを受けた日の夜に東京湾に落ちて死んでるんです、でその人は無名な人だから、すごい話ですよ。無名の人だからその人は自殺なんだけど、メディアに出ないわけですよ、であ殺されたと、俺もやばいと、そこからもう点々とホテルを点々と偽名を使って、当時は文春に、そうそうそう、だから週刊文春にホテル借りてもらった途中から危ないと、殺されると、で早く俺の名前と顔を出してくれと、で名前が出たら殺すことはできないだろうと、というところで、そこまでは本当に怖かったですよ。今は逆にその僕の知り合いの弁護士とかもさっきちょっと楽屋裏で話したんですけどね、オウムの主任弁護人になった途端に冤罪でパクられてるんですよ。その手の話っていっぱいあるじゃないですか。大体権力に歯向かうとはめられるんですよ。大体スカート覗いて冤罪とか、あれもほとんど証拠がなくて冤罪になった経済学者もいますけどね、植草さんとかそうですけどね。僕も今だから被疑者ですよ。一昨日3日前かな、警察から電話かかってきて、立花さんの名誉毀損のあれを送検しましたって言って、ああ分かりましたぐらいの感じで4回今やられてます。刑事事件の犯人としてね。でももうね慣れるんですよ、そういうのも。別にこの国の警察はそこまでおかしくないかなとちょっと思ってますけど、書類さえ整えるとね、とにかくすぐに事情聴取が来るんですよ、だからちょっと裁判の資料作ったら弁護士違反とかね、 YouTube でちょっと誰かの悪口言ったら名誉毀損とかって言って、今も名誉毀損の被疑者でそれ調べられてますけど。もうそれ慣れると全然怖くないですけどね。怖くないですか。それもすごい十分怖いですよ、立花さん。だからそれがこの立花さんすごいなと思って。YouTube で言えるからですよ。YouTube とか見てると、もうね、変なことされたら YouTube で回数が上がるから、よしとかと思うんです。逆に美味しいみたいな。むしろそういうところ美味しいです。だって警察、仮に刑務所行ってもね、今太ってるじゃないですか。ちょっとダイエットできるかなと思って。だからね。どれぐらいの罪でどれぐらい行けばいいかぐらいは調べるんですよ。一回も行ったことないですよ、僕。逮捕もされたことないですけど。まあ僕はありますけど。まあでね。まあ1ヶ月ぐらいだっけあれデブさん。1ヶ月ぐらいですけど。そういう気持ちでやってるとあんまり怖くなくなるんですよ。立花さんって目標は何なんですか。何をしたいわけですか。でもこれ真面目な話でやっぱり。正直に生きてる人がちゃんと報われる社会ですよ。今国会見てても嘘ばっかりでしょ。本当です。国会議員も財務省の役人もね出てきて、もう資料はありませんとかね、見つかってもうその記憶にありませんとか言って、その嘘をついてる連中がなんか偉そうにやってるのがちょっと許せなくて、だからもうとにかく NHK をぶっ壊しに行ったら、なんか変わるだろうと。でまずはその NHK からそれをワンステップにして次進もうという。もちろんそうです。だから今 NHK から国民を守る党っていう政党の代表 で部下が3人いて、今うちの議員4人市議会議員いるんですよ。で来年の参議院選挙には出ようと思ってて、でそこからもいずれは NHK からを取って国民を守る党っていう政党にしてよう。多分細かく合わせると僕と立花さんで意見が違うとこもたくさんあるんじゃないかなとは思うんですが、ただやっぱりそのすごく賛同できるのは、もともと NHK と朝日新聞だけがね、例えば戦前でいうと情報局にメディアから人を出してるんですよね。それだけやっぱりこの国にとって影響があるメディアなんですよ、 NHK と朝日新聞っていうのは。でやっぱそういうものが組織ジャーナリズムとしておかしなことになってるし、メディア以前にそもそも人としておかしなことになって働いてる人たちが人としておかしくなってるってことだとは思うんですけど、だからそういう面ではすごい日本を象徴する大きな組織である NHK がガラッと、僕は公共性みたいなのはあった方がいいと多少は思ってるんで、 NHK はちゃんと踏ん張って頑張ってほしいなと、まだにわかに期待はしてるんですよ。だからそこはちょっと違うのかもしれないけど、でもやっぱそれが変わらないと、この日本のうだうだ感というか、もうみんなねその損得感情だけで生きていて、イデオロギーは僕どっちにしても分かれるものだから、それはどうでもいいんですよ。要は本当にちゃんと一生懸命生きてる人とずるして生きてる人と、それがきちんと分かれてちゃんと頑張ってる人が評価される社会が来ないと、それはやっぱ報われないですから、そこに関してはねものすごくね。いやもう本当その通りですよ。だからこれはね、今までテレビが国民をコントロールしてたとか洗脳してたのがね、やっぱりこうやってインターネットというのが出てきて、そこにあ、このネットで言ってる人怪しいけどほんまっぽいなとか、だんだんネットが怪しくなくなってきてると思うんですよ。で現に僕もね、もう議員で選挙も通させてもらってるんでね、でそういう叩かれてた人っていうかが、でうちの党の人間ってトラックドライバー、トラックドライバー前科者の3人なんです。すごいな。すごいじゃない。デーブいけるじゃんじゃん。俺いけるから。で俺日本人じゃないからダメなんだよ。で先週横山みどり君って知ってる？ます誰か暗黒放送とかニコニコ生放送でね。知らないです。まあちょっと有名な怪しいやつで、元 AV 男優ですよ。それ彼を立川の選挙に今度出しますってまたネット上で炎上してるんですけど、僕はまともな人はあんまり立候補させたくないんですよ。まともな人っていうのはいわゆる賢い。長さんいけるじゃん。俺いけるかな。いやちゃんと真面目に大学出てあんまり失敗してない人よりも紆余曲折あった人の方が今の時期はいいのかなと。だからあえて肩書きが悪い人を引っ張ってくる。なるほどね。でもそういう人の方が意外に人間味があったりとかするんでね。まあそうですよ。例えば裁判所のね、裁判官だってその人のね、判決一つで罪を犯した人がどれぐらい刑務所に入るかとか死刑になるならないが決まるわけですけど、実際に裁判官の人たちなんて東大とか京大を出た司法エリートしかいないわけで、その人たちが変な話ですけどね、時給500円とかで働いてきてもうやむにやまれず何か罪を犯した人の気持ちが分かるのかって言ったらかなり僕は微妙だと思いますよ。立候補しましょうか。よろしくお願いいたします。あまり時間がないので、こういう人がその通りですよね。もう後半になりますけど、まあ僕ら音楽番組、まあ音楽にもうずっと何十年間も携わってるわけですけど、まあ橘さんはまあ音楽番組といえば NHK の紅白じゃないですか。うちの娘も見たりとかしますけど、あれもかなり裏側のこう操作とかってありますよね。また改めて僕番組に呼んでその話をしてほしいんですけど、芸能の部屋に行くとね、芸能、歌、音楽だからあれ番組でできるのかな。 NHK のだから9回やりましょう。芸能部っていうのがあって、はい、めちゃくちゃいっぱい積んでますよ、貢ぎ物が、はい、だからお菓子とかね、多分お菓子の中にいくら入ってるのか、そういうことですか。札束お菓子なんですね。もうだって芸能のディレクターになるとね、すぐにもうロレックスの時計とかもらってっていうレベルですから、本当にね、毒まんじゅうと肉大の接待ですよ。で立花さん YouTube で言ってたけど、結局NHK なくせに紅白なくせに、要は一般の人たちがその紅白に出るアーティストを選ぶ権利はないわけですよね。そうですよね。今年誰が紅白に出てほしいですかってアンケートするべきでしょ。でしょ、普通ね。でもそんなことしたら自分たちが出したい歌手出せないから、だからオールスターでもファン投票するでしょ、プロ野球の。ですよね。でもその紅白歌合戦を年末にね、なんかおお素晴らしいと見てる日本人はやばいんですよ。確かにね。これやばいんですよ。でやっとそこ気づいてきた、ね、SMAP の3人とか出て YouTube やってるじゃないですか、草薙君とか、だから本当にちょっとずつですけど変わってきてると思いますし、多分でも一気にもうあとはだって僕みたいな人間これ普通に議員してるんですから、今日も議会行ってきたんですからね。そうですよね。でも、それでも本当にネットの力で、僕全然大阪の人ですから葛飾関係ないんですよ。でも当選するんですよ。それはもう全部ネットの力ですよ。だからネットがここまで力をつけてきてるので、もうそっちの方でいろいろとこういろんなビジネスとかね、もちろん政治だけじゃなくて考えていけば、まあこういうトークも僕らもだから民放では喋れないようなことを喋れるみたいなところですよね。まあそこに出てもらってなんとか P を入れながら立川さんにも喋ってもらう。生放送で P 入れながら。生放送で P。そこのリスクもまたなんか僕ら処理ながら立花さんをゲストに今度呼びたいなと思ってますけど。わかりました。そこら辺は自重しますけどね。まあでもね、今日これだけデーブフロムショーファンの皆さんが集まってくれてるわけですけど、皆さんが多分番組に期待しているのはまあいい音楽もそうだと思うんですけど、やっぱり他のステーションにはないそのギリギリのトークというのかな、やっぱ攻めてる感じだと思うんですよね。そうだからまあその辺はね、まあもちろんデイブさんはプロですから、絶対こう崖からは落ちないようにギリギリのところで、まあデイブ&ショーもちろん太郎とかアリとかケチャップさんとかみんなでまた一丸となって攻めていきますし、こうやって新しいトークゲストを迎えて、さらにその伝達というかな、遠くに危険なものも飛ばしていこうかなと思ってますね。ぜひ皆さんが自分で見聞きしたものは、顔を見てこいつまともだなと思ったやつの言ってることは絶対信じた方がいいですよ。それはイデオロギーが関係ないんで、世の中には右も左もないですから、クソかクソじゃないかの、ね、人しかいないんで、こいつはまともだなと思うことは僕はきちっと信じた方がいいなと思いますけど、ガンじゃね最後になんか皆さんになんか一言二言二言でもいいんですけど、一応立花さんとこういうステッカーも作ってますので、皆さんお配りした方がいいですよね。 NHK の集金人が来なくなるシールと、これ無料でお配りしてますから僕のホームページからメールいただければ無料でお送りしています。さっきちょっとなんかメルカリで500円ぐらいで売ってるんですけど、これタダですから。欲しい。あれ、さっきもらったやつどこ行ったっけな。今日あれなんで、ネットでNHK 撃退シールって引っ張ってもらえばすぐ出てきますから。橘さん、今度番組に送ってください。僕ら配ります。本当にね、僕はもう NHK から被害を受けておられる方をもう命かけてお守りするっていうことをずっと言い続けてます。だから NHK が来たら、僕ね、電話番号を公開してるのはすぐ今 NHK 来てますって電話をくださいっていうこと。だからすごいですよこの人、夜中でも電話出て対応してますからね、すげえな、本当に偉い人です。だからもう NHK にお金を払わないことが正義であって、ね、払わないのは法律違反ですけど、法律違反をあえて政治家がする。 NHK 見てる人は払えってことですよ。見てる人は払ってくださいね、いつまでも NHK に騙され続けてください。なるほど。で、見ないから払わない人を我々は全力で命かけてお守りするという政党でございますので、ぜひお借りになる仮のスマホでも NHK からでも立花でも引っ張ってもらえれば出てまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、Ladies and gentlemen、立花さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。